はい、どうもおはようございます。おはようございます。DIY ドラゴンの鉄でございます。はい、というわけでですね、バイクは納車されました。納車の時はね、夕方だったので、はい、あんまりよく見れなかったんですけども、まあ、せっかくなんで明るい太陽の下でちょっとじっくり見てみようかと思います。ピカピカだね。はい、まずこれね、スズキ、かっこ中国スズキの GN125 です。はい、基本設計はもう古いバイクなんだけども、今それが中国でライセンス生産されてて、新車で手に入るってことなんで、ただもう基本設計は結構古いやつです。センタースタンド普通についてんだこれ。よいしょ。そうなんだ。うん。今のスポーツバイクにはまずない装備なんだけど、これが非常に便利なんですよ、実は。そうなんだ。もうタイヤ交換とかね、できるしね。でこれでも後輪外したりとかもできるでしょ。うん。チェーン調整とかもこれ結構楽なんで、センタースタンドは結構便利です。前輪もできるの、メンテナンス。それね、後ろこうだけでいいの、こうやってなるほどね、重いもん抜けて、そしたらもう前輪ばらせるから、おう、結構便利。うん。ブレーキ、ブレーキ、ブレーキは前輪がディスクブレーキ、ディスクで後輪が ドラムブレーキになっております。はい、はい、はい、中で一番こう基本設計の古さ感じないのは、まずこのタンクキャップ、そしてねこのウインカーがね、プッシュキャンセルじゃないタイプなんですよ。ちなみにこれ、あのこれ左右で、これがハイビームなのかな、どこがロービーム、全部一つのスイッチで賄ってるんですけども、ちょっとこれ操作しづらいかな。でメーターはですね、これ一瞬びっくりしたんだけど、レッドゾーン1万回転から。結構このエンジン回るんですね。結構ビジネスバイク的にはすごい低回転登録が発生するんですけども、このエンジンが慣らしが終わってこのレッドゾーンまで回したらどんな感じで走るのか非常に楽しみです。ここにあのシフトインジケーターっていうのかな、 1,2,3,4,5 速まで数字が出ます。これ結構ね、あると便利な機能かもしれませんね。テールランプはかなり大きいです。そんでもってウインカーもかなり大きい。スポーティーではないけど、結構あのレトロな車体が好きな人には逆に今新しいかもしれない。ここら辺のデザインもな、俺たちからすると古いな、懐かしいなって感じなんだけどな、今見るとなんかね、すごいなんかいい感じに覚えるな。これなんか気のせいじゃないはず。でエンジンは 124cc、 要するに125の空冷エンジン。このエンジンがね、お店の人も言ったんですけども、非常に丈夫でそれなりのパワーがあって燃費がいいそうです。はい、ここからちょっとすごい気になったポイント入ります。まずね、ゴム製品、ゴム製品どうかなって、結構ゴム製品はダメだよってお店の人もおっしゃってたんですけども、うん、一つ一つ見ていきますね。結構ゴム製品がやばいよっていう話には聞いたんですけども、うん、例えばこういうところどうかなと思うんだけど、意外と普通そんなにね、買ったことある方には一発で分かるかもしれないですけども、うん、いわゆる中国の輸入の中国製のバイク部品、特にモンキー系とかそうなんだけど、あとワイヤーとか、ああいうやつよりね、ちょっと品質がいい感じがします、こういうのも。おお、これやっぱでも違うのかね、その生産のあれが、ね、割といい感じ。それいいね。うん、ボルト類のなんかのあからさまな安っぽち感が意外となくて、これちょっと予想外で、こっちのゴムもそんなに強くないって聞いてたんだけども、そんなに悪くない感じがしますよ。結構強いんだ。うん、強烈な独特のゴム臭がするわけでもなく、ほう、ちょっとでもこっちがちょっと柔らかいかな、これはこっちはちょっと柔らかいかな、こっちは割としっかりしてる。なるほどね。結構懸念してたこのシフトのゴムとかも割としっかりしてます。硬い。そしてこれが噂のタイヤ、パターンが古い古いっていうか、めっちゃ株っぽいかビジネスバイクっぽいパターンなんだけど、まあそれパターン置いといて、うん、ゴムなんだけど、もっとワックスでテッカテカでくるかなと思ったけど、割としっかりしてます。おう、ですごい滑るって話なんですけど、今のところは街乗りで走ってて、うん、いきなりずるっとか新品タイヤの
最初の交差点でスクロールみたいな今のとこ転ぶ、危ないんだよ本当に。そうなの、本当に危ないんだよ、ワックスがついてるから。あれなんか取れないの。まあ本当まあ擦ったりするんだけど、本当は使っちゃいけないから、あ危ない今言いそうになった。もう使って綺麗にするんだけど、レースの時とか先にこう拭くんだけど、ただそれは劣化あまりにくるので一応ダメってことになってるからまず話を置いといて、はい、ここら辺の方も結構しっかりしてるね。現時点では思ったより作りがいいです。はい、明るい空の下で見るタンクの塗装こんな感じです。どうなのな、私の目から見た感じでは結構綺麗、色がすごい綺麗です。そしてこういう裏がちょっとフェンダーの裏とか覗いてみるとね、そんなにすごいバリがあったりとか、若干バリはあるんですけどもね、めちゃくちゃ悪いってとこはとりあえず見当たらないんだよな。いや気になってメッキパーツもこんな感じです。うん、思ったより作りがいい。シートもじっくり見るとこんな感じです。これもね、ゴッテゴテのワックスを塗ってたりとかはしなかったんで、ケツが滑ることはなかったですね。さあ、どんどんマニアックなとこ行きますが、フレームの溶接だ。フレームの溶接溶け込んでますね。若干スパッタついてるけど割といい感じに溶け込んでますね。ワイヤー出てたりとかはしてたんだけどな、昔買ったモンキーのフレームとかは。父ちゃんできるようになってる。いいんじゃないですか、十分じゃないですか。うん、父ちゃんそんなめちゃくちゃ上手いわけでもないからね。OK です。はい、かなり力がかかる声の溶接もこんな感じです。若干スパッターついてる。それはもうしょうがないな。スパッター全体的についてますね、こことかね。プチプチついてるけど。だけど溶接そのものは、見た感じは、OK な感じです。ちなみにキャブレーターはこんな感じ。この赤線は何なんだろう。まあそれはいいや。キャブレーターはこんな感じ。新車っていいな、でもな。生まれて初めての新車なんでね、こう全部ピカピカしてると嬉しいね。そのうちね、じっくり見ようかと思うんですけど、もう一つ気になるのがこの電気関係。電気関係がどうか、これはもうちょっとタンクを外したりとかしないとわかんないですが、これはまあおいおい電気関係のチェックも超金プレやってみようかと思っております。一つだけね、はい、クロちゃんがここ小物入れなんだけど、うん、こうまずここプルって書いてこう引っ張るよね、うん、でこっからがね開かねえんだよこれがねよっよっ、あーこれ、あこっちもこ、あこれがバッテリー、あ違う、これいかん、取れちゃいけない場所だったかもしれない。あはめ込んでましょう。もうこういうところが若干開きづらいっていうのがちょっとあってね、昨日ちょっと暗いながらちょっと焦ったんだけど、はい、バッテリー出てきました。わかりました。これあれかな、こっちを外してから開けるのかな、かもね、っていうわけでもないはずだよね。どうやったらこう開けてこう、おう、ここに納得いくよね。でパチン、パチン、でこっちもここをこれね、この爪を、うん、はめ込んで、で、こっちをパチン。でもこれ、外す順番間違いない。こっちからこうだから。もうこれぐらいかな。そのうちこれちょっと削っちゃうかもしれない、俺。ここら辺が理想でしょ。確かに。うん。ちょっとここ削ればちょうどいいかもしれない。まあ、こういうところはご愛嬌かな。そうだね。ご愛嬌ですね。はい。ご愛嬌です。そうですね。はい。はい、今回の草です。はい。ヒーソーですね。大きく見えるんだけど、うん、ちっちゃいんですよ。よっこいしょ。かっこいい。ほら、両足べったり。べったり。うん。これだから、女性にほんとちょうどいいんじゃないかなと。で、ポジション的にね、一応これ昔は、アメリカンバイクってくくりだったんだけど、うん、今にしてみたら全然アメリカンじゃないでしょ。確かに。楽ちんポジションこんな感じ。こう、スポーツバイクとかってこんな感じなんだけど、うん。まあこれが前すぎることもなく中間地点で、おう、ちょうど手伸ばしたらハンドル、足上げたらペダルって感じで、おう、すごいちょうどいいポジションです。父ちゃんちょうどいいね。まあ楽ちんなのがとりあえずね、はい、他社も乗れると思うのでこれだな。とりあえずそんな感じです。次回は、はい、もうちょっと距離走っていろいろレビューしてみたいで、は
はい、次はね、はい、レビューをしたいと思いますんで、よかったらまた見てください。はい、どうもありがとうございました。